こんにちは。まずはじめに問題を確認しておきましょう。AB が6センチ、BC が7センチの三角形 ABC の辺 BC 上に点 D を取ります。三角形 ABD を AD で折り返したところ、B は E に重なりました。この時 AE と BC の交点ですね。これを F とすると CF が3センチです。元の三角形 ABC の面積が三角形 DFE、ここですね。この三角形の面積の7倍である時、AF。 ここからここまでの長さですね。これを求めてください。こういう問題になっています。では問題を解く人はここで一旦動画を止めて考えてみてください。 では解説をしていきます。改正中学校の問題でいろいろな条件がいっぱい付け加わっているような問題です。それだけでややこしそうに見えますけれども、条件がいっぱいある問題っていうのは、まずそれを図に書き込む。それだけで最初に何から手をつけたらいいかわからない。こういうことはない分だけ、まあ楽に解けると思います。BC が7センチってのはこの図に書き込んでないです。ここからここまで7センチって書くよりは、CF が3センチって書いてありますから、BF ですね。ここ4センチ。 これを書き込んでおきましょう。あと、ま、面積について、この元々の三角形の面積が、この面積の7倍と。ここの面積を10とすると、全体の面積ですね。これ70になるんですけれども、ちょうど3センチ、4センチで、この線ですよね。求めもとはこの AF の線によって、三角形ってのは4対3に分かれますよね。ここ40。ここ30。こういう風に書いておきました。 この問題って折り返しの問題なんですよね。この三角形をそのままこっち側に折り返した。ってことは、この部分の面積とこの部分の面積ってのは全く同じですよね。この図では、この三角形が4丸。ここが1丸っていうふうになってるんですけども、合わせて5丸ですよね。合わせて5丸で、元々が同じなんだから、5丸です。ね。これを半分にして、2で割って、それぞれ2.5丸ずつです。 ここが元々の三角形 ABD が2.5。当然折り返した先も2.5ですよね。じゃあ40っていうのを2.50と、ここの部分だけですね。2.5から1を引いた1.50。これに分けて書き直してみましょう。もうこれでだいぶ見えてきましたよね。求めたい長さっていうのは AF の長さ。 ここからここまでの長さなんですけれども、もう一回言いますけど、これ折り返しの図形だから、6センチがここからここまで移ってきてるわけですよね。ということは、6センチをこの三角形とこの三角形の面積の比、1.5対1、3対2ですよね。ここを3対2に分けてあげれば、AF の長さ出てきますね。6センチの3たす2分の3に当たる長さです。6センチの5分の3で3.6センチメートル。 こういうふうに出すことができますね。もともと AF の長さだけじゃなくて BD の長さ。ここを求めなさいっていう問題だったんですけども、これも見てもらったら2.5対1.5で5対3ですよね。ここが5対3に分かります。4センチを5対3。これ一応出しておきますと、えー、8分の5倍で2.5センチメートル。 さらに言うと、これ折り返しなんで、ここの角度とここの角度一緒ですよね。ここが5対3っていうのを分かった時点で、角の二等分線定ですね。こういう風うに三角形があったとき、一つの角度を二等分し、こことここの比が A 対 B だったら、底辺の長さも A 対 B に分けられる。 これは角の二等分線定義ですね。説明自体はそんなに難しくないです。いっぱいいろんな補助線を引いて説明する方法もありますけれども、この三角形とこの三角形の面積比ですね。これを考えてもらったらいいです。このままの図でも考えることもできますし、この三角形、こことここの角度が一緒なんで、こういうふうに折り返してもらうと、 この三角形とこの三角形の面積の比っていうのは、この三角形とこの三角形の面積の比ですよね。ここが A で、ここが B。折り返したんだから、ここが B。ってことは、この三角形とこの三角形の面積の比っていうのは、A 対 B になってるわけですね。元に戻してやれば当然これ一緒だから、面積の比が A 対 B になって、底辺の長さの比も A 対 B になる。 これが角の二等分線定義なんですけれども、こういうふうに面積の関係で簡単に説明できるんで、中学入試でもこそっと出てきたりとかします。この図でも、さっきも言いましたけど、こことここの比が5対3ですよね。これの逆なんですけれども、5対3だったらこれとこれですね。これも5対3。えー、確かに6センチと、 3.6センチですね。6対3.6っていうのは5対3。きちんとここの日が合うことが確認することができますね。はい、えー、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。